日大雲の日記を書いてくださいね。あ、書いてきました。ありがとうございます。これってパパさんの日記ですか？え？いいんですよ。普通はお子さんの様子を書くんですけど、時々悩み相談を書かれるママもいらっしゃいますからね。自分の日記？うるせえ。